メルパルク広島メルパルク広島は、広島市中区元町にある複合施設。旧省、広島郵便直近会館。旧郵政省により、郵便貯金の普及、宣伝活動を行うことを目的として1972年に、広島市中区城島北町に開設。1991年に、広島中郵便局の改築に伴って、現在地に移転した。 ホテルは91の客室、平成の間などの宴会場、結婚式場などが備えられている。白島北町から元町に移転する際、元町の新館には多目的ホール機能がなかったため、旧館のホール機能をのみ残し、広島郵便貯金ホールとして存続させている。2007年の郵政民営化にあたり、他の全国の郵便貯金会館と共に所有権が、 日本郵政に移動、愛称であったメルパルク広島が正式名称になった。また、広島郵便直近ホールは、広島県に移管、広島県立文化芸術ホールとして存続されている。その後は、日本郵政の直営事業として運営されていたが、渡部ウェディング参加のメルパルク株式会社に運営が移管された。2012年7月、 宿泊関連でソラーレホテルズリゾーツと提携、ソラーレコレクションカテゴリーに属する。ありがとうございます。